東京羽田空港から飛行機でおよそ70分。そこは和歌山県、梅で有名な場所ですが、名湯と謳われる温泉の数々、そして世界無形文化遺産とされる和食も堪能できます。和歌山を知る旅、梅旅に出ませんか？田辺市龍神村は紀伊山地の真ん中に位置する山村です。江戸時代初期、紀州徳川家が建てた藩の保養所上御殿、そして下御殿が旅館として残っています。この山奥には徳川家の殿様が愛した温泉があるのです。その名も龍神温泉。平安時代初期に弘法大師空海が夢に現れた龍神のお告げにより訪れ名付けました。その後、村の名前も龍神村になったのです。龍神温泉は重曹を多く含む美肌の湯としても有名で、日本三美人の湯の一つに数えられています。温泉の後は和歌山の食材をふんだんに使った和食が待っています。こだわりは海のものはお出ししない、できるだけこの地元のものを使っていろいろお出ししてるんですけど、山の幸のオードブルに始まり、地元で採れた鹿肉のたたき、渓流の女王アマゴは塩焼きで、地鶏の出汁が効いた鍋には、龍神村の手作り豆腐、お口直しはおかみ手作りの梅干し、好きな味を選べるささやかな贅沢はさすが梅の産地和歌山です。さて、和歌山を代表する名産品梅干し、実は和食の原点といえる食材なんです。梅の漬け込みの工程の中で水も何も入れずに塩だけを施しまして、そうしますと梅の中に含まれている水分によって梅酢っていうのが発生するんですね。醤油も水もない時代からこの梅酢を一つの調味料としてね、用いたことは聞いております。平安時代以前、日本にまだ醤油はなく、味噌や酢も一般的ではありませんでした。料理の味付けは海水から取った塩の塩分と、梅干しを漬けた時にできる梅酢の酸味に頼っていたのです。当時、梅干しは梅酢を得るための副産物で、今とは立場が逆だったんだとか。この大昔の台所事情はある言葉からも伺えます。梅酢とそれで塩を巧みに使い分けし、ちょうどいいっていうことがいい塩梅っていうことで、現代にもそういう言葉が使っておる状態です。料理の味加減を表す塩梅という言葉は、塩と梅酢しか調味料がなかった頃の名残なのです。日本食の味付けを大昔から担ってきた梅、今年も日本一の梅どころ紀州和歌山から世界中にたくさん届けられます。和歌山を知る旅、梅旅に出れば温泉で癒され和食の原点に出会えます。和歌山の梅干しは和歌山紀州館で。